読ドストエフスキー作「カラーマゾンゾフの兄弟」前回の「続きから」ですこれまで全然知らなかった二人のリの既成はありょう者に非常に強い印象を与えたらしい長兄ドミトリー・フェオドルビッチとは 東福の兄、イワン・フィオドル・ピッチとよりずっと早くかつ親しく知り合うことができた。そのくせ長兄の方が遅れて帰ってきたのである。彼は兄、イワンの人となりを知ることに非常な興味を抱いたが、その帰省以来、二月の間に二人はかなりたびたび顔を合わせたにもかかわらず、いまだにどうしても親密になれなかった。 自身も無口な方で何者か待ちもうけているような何者か恥じらっているような風であったし兄イワンも初めのうちこそ有リ者の気がつくほど長い物珍しそうな視線をじっと弟に注いだものだがやがて間もなく彼のことなど考えてみようともしなくなったようだ有リ者もこれに気がついて いくらかか決まりが悪かった彼は兄の冷淡な態度を2人の年齢ことに教育の相違に期したがまた別用に取れないでもなかったそれはイワンのこうした好奇心や同情の欠乏はことによったらアリョー社の全然知らない何か別の事情に起因するのではあるまいかというのである彼は なぜかこんな気がしてならなかった。イワンは何かに心を奪われている。何か重大な心内の出来事に気を取られている。おそらく何か非常に困難なある目的に向かって努力している。それで彼は弟のことどころではないのだ。これがアリオシャに対する彼の方針したような態度の唯一の原因に違いない。 アリョはまたこんなことも考えたこの態度の中には自分のような愚かしい同心に対する学識ある無心論者としての侮別が混じっているのではなかろうかと彼は兄が無心論者だということを百も承知していたもしそんな侮別の念があったにしてもそれに対して彼は腹を立てるわけにゆかなかったが それでも彼は何か自分にもよくわからない不安な情談を持って兄がもう少し自分の方へ近寄る気持ちになるのを待っていた長兄ドミトリー・フィオドルビッチはこの上もなく深い尊敬と何か特別な熱中を持ってイワンのことを取りざさしたアリシャは近頃2人の兄を目立って緊密に結び合わしたあの重大な事件の詳しい戦いきを この長兄のの長口から聞いたのであるドミトリーのイワンに関する勘に耐えたような取り沙汰がアリシャに一層面白く感じられたのは兄ドミトリーがイワンに比べるとほとんど無教養と言っていいほどの人間で2人を一緒に並べてみると性質にしろ人格にしろこれくらい似ても似つかぬ2人の人間を想像することは難しいほど。 極端な対象をなしていたことであるちょうどこの頃、長慶の暗室でこの乱脈な一家の者一同の会見というよりはむしろ寄り合いが催されてそれが有り者に異常な影響を与えたのである実際この寄り合いの口実は甚だつば唾のであった当時例の遺産のことやそれの算定に関する ドミトリー・フィオドル・パーブロビッチとの反目はすでに飽和点に達していたらしいその間がいよいよ突栄化してもはや耐え難いものになったので何でもフィオドル・パーブロビッチの方からまず冗談半分に一つ皆で祖島長老の暗室へ集まったらどうだという案を持ち出したものらしい。 それは真正面から朝廷を仰ぐというわけではないけれど何とか穏便に話がつくかもしれないそれに長老の高い地位や人物が何か和解的な示唆を与えないとも限らないからというのであったこれまで一度も長老を訪ねたことも顔を見たこともないドミトリーはもちろん長老を持ち出して自分を脅しつけようという腹だなと思ったが最近 父との争いに際してともすれば乱暴な挙動に出たがる自分自身をうちうち心にとがめていたやさきであったから彼もその相談に乗ったのであるちなみに彼はイワン・フヨードルビッチのように父の家にいないで町外れに別居していた当時この町に投入していたピョートル・アレクサンドルビッチ・ミュウソフが無性にこのフヨードル・パーブロビッチの思いつきに賛成した 四五十年代の自由主義者でありまた自由思想家で無神論者たる彼は退屈しのぎのためかそれとも気軽な慰み半分にかとにかくこの事件に非常に力を入れた彼は急に修道院や聖者が見たくなったのであるで例の領地の教会や森林の伐採権や川の漁業権などいろいろな事柄に関する 古い軽装がなお引き続き、修道院相手の訴訟が反映していたので彼は親しく修道院長に会って何とか事件を円満に解決するわけにはいかないものか一つ談合してみたいという口実のもとにそれを利用しようと考えたのであるこういう有益な意図を持った来訪者は修道院でも単なる工事家より1倍と注意を払って偶するに違いない。 こうして事情を総合してみると近頃病気のために普通の訪問者さえ拒絶してほとんど全く暗室を出なくなった長老に対しても修道院の内部から何とか都合のいい口添えをしてくれるかもしれなかった結局長老は承諾して日取りまで決められた「一体誰がわしをあの人たちの中へ割り込ませたのだろう?」 ひとただ一言アリョーシャに向かって微笑を含めながら言った会合の話を聞いてアリョシャはひどく当惑したもしこれらの相争える不安な人たちの中で誰かこの会合を真面目に見る人があるとすればそれはまさしく兄ドミトリーだけであるジオの連中に至ってはただ軽薄な長老にとって 的的な目ののためににやってくるのに過ぎないとアリオシャはこんなふうに考えたのだ兄イワンとミウソフは武作法を極まる好奇心からやってくるのだろうし父はまた何か道化じみたお芝居の一幕を演ずるためにやってくるのだろう実際アリオシャは口にこそ言わないけれどかなり深く父を知っていた。 ガイスガイスもこの青年は決して宮アの考えてるほどおめでたい人間ではなかった彼は重苦しい気持ちを抱きながらその日になるのを待っていた彼が心中ひそかにそうした家庭の紛争に何とかしてけりがついてくれればとひたすらそれを気遣っていたのは疑いもないことであるとはいえ 彼の主なる懸念は長老の身の上であった彼には長老の名誉が心配でたまらなかった長老に加えられる侮辱ことに美ウソフの繊細で陰銀な微笑や白学なイワンの人を見下げたような皮肉が恐ろしかったそしてこんなことが絶えず彼の心にかかっているのであった彼は長老に向かって 近いいいうちににやってくるに違いないこれらの連中についてなんとか警戒しておこうかと考えたがしかし考え直して口をつぐんだただ会合の前日彼は知人を通して兄ドミトリーに「自分は彼を愛しておるそして彼が約束を実行してくれるのを期待している」と伝言した「ドミトリーは何も約束した覚えがないので」 いろいろ考えた末手紙で卑劣な原稿を見聞きしても一生懸命に自分を抑制するそして長老と弟イワンに対しては深い尊敬を払っているけれど今度のことは自分をはめるための罠か出なければばカかばかしい茶番に違いないと確信しているしかしとにかく自分の舌を噛み切ってもお前がそんなに敬愛している長老に対して ななことは決してしてい。そういう文句でドミトリーの手紙は結んであっただがアリョシャにはそれもさして心を引き立てるよすがにはならなかった 2> 第2編岡戸違いな寄り合い1修道院に着く 美しく澄み渡った暖かい清涼な日和であったそれは8月の末のことであった長老との会見は昼のミサのすぐあと大体11時半ごろということに決まっていた我が訪問者たちはミサには列しないでちょうどそれの終わる頃に到着した彼らは2台の馬車に乗ってきたが 2頭の高価な馬をつけた少々な戦闘の競馬車にはピョートル・アレクサンドルビッチ・ミソーノフがその遠い親戚にあたるピョートル・ホミッチ・カルガーノフという二十歳くらいの非常に若い青年と同乗していたこの青年は大学へ入ろうとしていたが入勇足この人の家に彼は何かの事情で当分同居していたのだ。 は自分と一緒に外国へチューリヒかイエナへ行ってそこの大学を卒業したらと彼をそそのかしていたがこの青年はまだ決心がつきかねているのであった彼はなんとなく瞑想的でどこか方針したようなところがあったその顔は感じがよく体格もしっかりしていて背はかなり高い方であった 時々その瞳が奇妙に固定することがあったがそれは全て放心した人の常でじっと長い間人の顔を見つめることがあるけれどそのくせじっとも相手を見ているのではない彼は無口の方でどこか少しぎこちないところがあったしかしどうかすると最も,も誰かと2人きりで差し向かいの時に限るが急にしゃべり出して 何がおかしいのか無性に笑い出すことがあったけれどもこうした元気は起こり始めと同じように不意にぱったり消えてしまうのであった彼はいつも立派なしかも上品な身なりをしていたもう何がしかの独立した財産を持っている上にまだこの先ずっと大きな遺産を想像することになっていた有り者とは親友であった ミユウソフの馬車からだいぶ遅れて2頭の青影の老婆にひかせたひどく古びてガタガタするただっぴどい辻馬車に乗ってフィオドル・パーブロビッチが息子のイワン・フィオドルビッチと一緒に乗り込んできたドミトリー・フィオドルビッチは昨日地獄も日取りも知らしてあったのに遅刻した一行は馬車を囲いの外の宿泊所に乗り捨てておいて で修道院の門を入ったフィオドル・パーブロビッチ以外の3人はこれまで一度も修道院というものを見たことがないらしいミウーソフに至ってはもう30年ばかりの間教会へさえ足踏みをしないくらいである彼は取ってつけたようなゆとりを表した高貴の目で辺りを見回していたしかし修道院の中へ入っても 本堂や塔や栗の建物、それも極めて平凡なものであったのほかには彼の観察眼に映るものは何一つなかった本堂からは最後に残った参拝者たちが帽子を取って十字を切りながら出てきたそれらの庶民階級の中に旅の人らしい比較的上流の二三の夫人と一人のひどく年の寄った将軍も混じっていた この人たちは宿泊所に泊まっているのであった。不労者たちが早速我らの一行を取り巻いたが、誰も施しをするものがなかった。ただ、ペトルーシア・カルガーノフだけが、金入れから十個ペイカ銀貨を一つ取り出したが、どうしたわけか妙に慌てて、ひどくドギマギしながら大急ぎで、一人の女性の不労者の手へそれを押し込んで、 みんなで同じに分けるんだよと早口に言った同行者のうち誰一人それに対して彼子こ言うものはなかったのだから少しも決まり悪がることはないはずなのにそれに気がつくと彼はなお一層どぎまぎしてしまったしかし仮点のいかのことであった本来ならば修道院ではこの一行を待ち受けているばかりでなく 幾分の経緯さええ払っって出迎えるべきはずであった「一人はまだついこの間1,000ルーブルの寄進をしたばかりだし今一人は富裕な地主でしかもいわば最高の共有を有する人で訴訟の経過移管によっては川の漁業権に関して修道院内の人をことごとく採用しうる人物である」。 それなのに今公式に彼らを出迎える者が一人もいないのであるミウソフは銅の周りにある墓石をぼんやり見回しながらこういう聖域に葬られる権利のためにこの墓はさぞ高いものについたことだろうと言おうとしたがふと口をつぐんでしまったそれは罪のない自由主義的な反語が腹の中でほとんどもうふんまんに 変わりかけていたからである」「チェそれはそうとここではこのわけのわからんところでは一体誰に物を尋ねたらいいんだそれからしてまず決めてかからなきゃならない時間がぐんぐん経ってしまうばかりだから」こう出し抜けに独り言がんぞのように彼はつぶやいたこの時突然一行のそばへ。 一人いい加減の年のいった少々頭の禿げたゆったりした夏街灯を着て余ったるい目つきをしながら近寄ってきた。彼はちょっと帽子を持ち上げて甘えた調子でしきりにシュッシュという音を立てながら誰とはなしに一同に向かって自分は通楽県の地主マクシーモフというものだと名乗った。 そして早速一行の懸念していることに口を入れた「ゾシマ長老は暗室に暮らしておられますよ修道院から400歩ばかり離れた暗室に閉じこもっておられますのであの林の向こうですよあの林のそれはわしも知っておりますよ林の向こうだということはな」とフィオドル・パーブロビッチが答えた ところがわしらは道をはっきり覚えておりませんのじゃよ。だいぶ長い間ご無作動しましたのでな。ああそれならこの門を入りましてなまっすぐに林を通って林を通ってさあ参りましょうもし何でしたら私がさあこちらへおいでなさいこちらへ。一同は門をくぐって林の中を進んでいった。 地主のマクシンモフは六十くらいの男であったかさっさと歩くというよりは横っちょに駆け出すようにしながら身震いの出るようなほとんど名乗しがたい好奇心を持って一行を眺め回すのであったその目の内にはなんとなく厚かましい表情があった「実は僕たちがあの長老のとこへ行くのは特別な用事のためなんですよ」 とミュウソフはいかめしく彼に注意した「僕たちはいわばあの方に越見を許されているんだからね道案内をしてくださるのはありがたいけれどご一緒にお入りを願うわけにはいかないんですよ私は行ってまいりましたよ行ってまいりましたよ私はもう行ってまいりましたんで」と地主はちゅうて指をパチリと鳴らした チャバイラーって誰のことです長老のことですよ。素晴らしい長老ですって。実に素晴らしい。この修道院の誉れですよ。祖島長老、あの方はまことに。しかしそのまとまりのない言葉をちょうど一行に追いついた一人の僧が遮った。それは頭巾をかぶった背のあまり高くない、 恐ろしく顔の青ざめて痩せさらばえた僧であったフィオドル・パーブロビッチとミューソフとは立ち止まった僧はほとんど顔が帯にくっつくくらい丁寧な遺作をしてからこう言った「皆様暗室の方の御用が済みましたら修道院長が皆様にお食事を差し上げたいと申しておられます」「時刻は正一時で」 それよよりり遅くなりませんのように。あなたもどうぞ」と彼はマクシーモフの方へ振り返って付け加えた「それはぜひお受けいたしますよ」とフィオドル・パーブロビッチはその正体にひどく強烈して叫んだ「ぜひともそれになんですよ私たちはこちらにおる間中は行儀に気をつける約束をしましたのじゃ」 ところでミウソフさんあなたもおいでになりますかなむろん行かないでどうします僕がここへ来ましたのはつまり修道院の習慣をすっかり見せてもらうためなんですからねただ一つ困るのはあなたとご一緒に来たことでしょうなフィオドル・パブロビッチそれにドミトリーがまだ来ませんしな 「さようさあの男がずるけてくれたらありがたいんですがね一体あなたの家のごたごたが僕にとって愉快だろうとでも言うんですかおまけにあなたと一緒なんですからねそれじゃあお食事に参上しますから修道院長によろしくお伝えください」と彼は僧の方へ振り返っていった「いえ私はあなた方を長老のところへご案内しなくてはなりませんので」。 とソウが答えた。では私は修道院長のところへ私はその間に直に修道院長のところへ参りますわい」とマクシーモフがさえずり始めた「修道院長はただいまお忙しいのですけれどでもあなたのご都合で」とそうはしぶりがちに言った なんてううるさい,じいだろうとマクシーモフがまた修道院の方へ引き返して駆け出した時ミウーソフは口に出して言った「フォンゾンに似てら」と出し抜けにフィオドルが言った「あなたの知ってるのはそんなことぐらいですよ。どうしてあの男がフォンゾンに似てるんですあなたは自分でフォンゾンを見たことがあるのですか 写真で見ましたよ。別に顔つきが似ておるわけじゃないがどことなしにそんなところがあるんですよ。正真正銘本尊の生き写しだわしはいつでも顔つきを見ただけでそういうことがわかるんでしてね。大きにねあなたはその道の通人だからただねフィオドル・パーブロビッチあなたがたった今ご自分でおっしゃった通り僕たちは行儀に気をつけるっていう約束をしたんですよ。 ねえいいですかどうか気をつけてくださいよ。あなたがどうけた真似を始めなさるようなら僕はここであなたと同列に置かれる気はさらさらないのですからね。どうです何という人でしょうねと彼は僧の方へ振り向いた「僕はこの人と一緒にきちんとした人を訪問するのが心配でたまらないのですよ」。 血の気のない青ざめた層の唇には一種ずるそうなところのあるかすかな無言の微笑が浮かんだけれども彼は何とも答えなかったその沈黙が自分の品位を重んずる心から出たものだということは明瞭するくらいであったミウソフは一層ひどく眉をしかめた「えいろくでもない」 幾世紀もかかって仕上げたような顔をしているがその実ダボロだ口頭無形だこうした考えが彼の頭をかすめた「あああれが暗室だいよいよ来ましたぜ」とフィオドルが叫んだ「ちゃんと囲いがしてあって門が閉まっとるわい」彼は門の上や その両側に描いてある生徒の像に向かって量産そうな十字を切り始めたものだ。「合に言っては合に従えということがあるが」と彼が言い出した「この暗室の中には25人からの聖人様が浮世を逃れてお互いににらめっこをしながらキャベツばっかり食べてござる。そのくせ女は一人もこの門を入ることができん。 こここが肝心なところですよしかもこれは全く本当のことなんですよ。しかし長老が婦人方に会われるという話を聞きましたがどんなものでしょうなこう彼は不意に案内の層に向かって聞いた「平民の女性は今でも空あそこの廊下のそばに待っております」。 ところで、上流の貴婦人方のためには小部屋が2つこの廊下に立て添えてありますがしかし囲いの外になっておりますので空あそこに見えておる窓がそうです長老は気分の良い時には内側の廊下を通って婦人方に会いに行かれるのですつまり囲いの外で今も一人の貴婦人の方かハリコフの地主でホフラーコは夫人という方か 闇をえた娘子を連れて待っておられます。多分お会いすると約束をされたのでございましょう。もっともこの頃は非常に衰弱されて一般の人たちにもめったに会いに出られませんが。じゃあ何ですなやっぱり暗室から婦人方のところへ抜け穴が作ってあるわけですないや何神父さんわしが何かその妙なことでも考えておるなどと思わんでくださいよ。 別に何でもないので。ところで、アトスではお聞き及びでしょうが、女性の訪問が禁制になっとるばかりか、どんな生物でもメスはならん。メントリでも、メスの七面鳥でも、メスの孔子でも。ヒョードル・パーブロビッチ、僕はあなたを一人ここへ売っちゃっといて、帰ってしまいますよ。僕がいなかったら、あなたなんぞ両手を掴んで引っ張り出されてしまいますぞ。それは、 僕が予言しておきますよ。なんでわしがあなたの邪魔になるんですかい、ミュウソフさん。おや、ごらんなさい。暗室の囲い内へ一歩踏み込んだとき、彼は出し抜けにこう叫んだ。ごらんなさい。ここの人たちはまるでバラの谷に暮らしているんですな。見ればなるほど、 バラの花こそ今はなかったが珍しい美しい秋の花が植えられる限り至るところにおびただしく咲き誇っていたどれもこれも見受けるところなかなか老蓮家の手で世話をされているらしい花壇は銅の囲いの中にも墓の間にも設けてあった長老の暗室のある木造の平屋も同様に花が植え巡らしてあった その入の入り口前にはは廊下が続いていてた。これは先代のワルソーノフィー長老の自分からあったのですかい何でもあの方は派手なことが大嫌いで婦人たちさえついで撃たれたというじゃありませんかとフィオドル・パープルビッチは正面の階段を上りながら言ったワルソーノフィー長老は実際時として宗教的義理のように見えることがありましたけれど 人の噂にはずいぶんつまらぬことが多いのでございます。ついで人を撃たれたなどということは、決して一度もありません。と、そうは答えた。それではちょっと皆さん、お待ちください。ただいま皆さんのおいでを知らせてまいりますから。フィオドル・パーブロビッチ、これが最後の約束ですよ。いいですか十分に、ご行を慎んでくださいよ。 でないと僕にも考えがありますよ。ミュウソフは急いでもう一度そう囁いた。なんでまたあなたがそうひどく興奮されるのか、とんとわからん。フィードル・パーヴィロビッチはからかうように言った。それとも最傷のほどが恐ろしいんですかい何でも長老は相手の目つきだけで、 どんな人物で何のように来たかということを見抜いてしまうそうですからな。しかしあなたのようなチャキチャキのパリッコで自由主義の紳士が、どうしてそんなに坊主どものことを気になさるんでしょう。まったくびっくりしてしまいましたぜ。本当に。しかしミウソフがこの嫌味に応酬する意図もないうちに、一度は中へ障子入れられた。彼は幾分むしゃくした気色で入っていった。 もうちゃんと今から分かってる俺は肝臭を起こして喧嘩をっぱ始めるカッとなったが最後自分も自分の思想も癒しめるくらいがオチだそういう考えが彼の頭をかすめた 2. おいたる同彼らが部屋の中へ入るのとほとんど同時に 長老が自分の寝室から出てきた。相棒では一行に先立って2人の修道僧が長老の出てくるのを待ち受けていた。1人は死者でもう1人はさして年寄りではないが病身で人の噂では非常に学識の高いパイシー神父であった。そのほかにもう1人片隅に立って待っている若い男があった。 見たところ22くらいの都市格好で普通のフロックコートを着ているこれはどういうわけでか修道院と僧侶団の庇護を受けている進学校卒業生で未来の進学者なのであった彼はかなり背が高くて生き生きとした顔に頬骨が広く聡明らしい注意深い目は細くて飛び色をしているその顔には 非常にうやうやしい表情が浮かんでいるがそれは極めて礼儀にかなったもので少しも人に取り入ろうとするようなところが見えない入ってきた客に対しても彼は挨拶をしなかったそれは自分が人の指揮監督を受ける身分で対等の人間ではないからと遠慮したのである土島長老は別の同心とありょう者に伴われて出てきた 僧たちは立ち上がって指の先が床に届くほど極めてうやうやしく彼に敬礼したそれから長老の祝福を受けるとその他に接吻するのであった彼らを祝福してから長老もやはり指が床につくくらい一人一人に会釈を介してこっちからもいちいち祝福を求めたこうした礼式はまるで毎日のしきたりの型のようではなく 非常に近言にほとんど一種の感激さえ伴っていたしかしミウソフには一切のことがわざとらしい思わせぶりのように見えた彼は一緒に入った仲間の先頭に立っていたでよし彼がどんな思想を抱いているにもせよただ礼儀のためとしてもここではそれが習慣なのだから長老のそばへ寄って祝福を受けなければならぬ 手を切分しないまでも、せめて祝福を請うくらいのことはしなくてはならないそれは彼が昨夜から考えていたことであるところが今こうした僧たちの会釈や接吻を見ると彼はたちまち決心を翻してしまったそしてもったいらしく生真面目に普通世間一般の会釈をするとそのまま椅子の方へ退いてしまった フィオドル・パープロビッチも非常に物々しい丁寧な会釈をしたが、やはり直立不動の姿勢をとっていた。カレガーノフはすっかりまごついてしまって、まるっきりおじぎもしなかった。長老は祝福のためにあげかけた手を下ろして、もう一度客に会釈をして着席を買うた。校長がアリオシャの方に上がった。彼は、 恥ずかかしくてたた。まらなっ不吉な予感が事実となって現れ始めたのである長老は川張りの恐ろしく旧式な造りのマホガニーの長い子に腰を下ろし2人の層を除く一同の客を反対の壁際にある黒い革のひどくすれた4脚のマホガニーの椅子に並んで座らせた2人の層は両側に 一人は戸のそばに、もう一人は窓際に座を閉めた。新学生と有りょ者と、もう一人の同心とは立ったままであった。僧帽全体が非常に狭くて、なんとなく殺風景であった。浄土や家具の類は粗末で貧弱な、ただもうなくてはならない品ばかりであった。鉢植えの花が窓の上に二つと、 それから部屋の隅にたくさんの製造がかけてあるその中の一つは大きな聖母の像でどうやら宗派分裂よりよほど前に描かれたものらしいその前には明かりがとぼっているその傍らには金色三千たる聖色をつけた製造がもう二つまたそのぐるりには作り物のケルピムやら陶器の卵やら 嘆きの聖母に抱かれた象牙製のカトリック式十字架やら全盛期のイタリアの名画から複製した莫大の版画やらがあったこうした優美で高価な版画のほかに生徒や殉教者たちや清掃などを描いたどこの定期位置でも3個コペイカか5ペイカなどで売っている極めて自質なロシア出来の石版画が幾枚も ううやうやしく掲げてあるまた現在や過去のロシアの主教の肖像を石版にしたものも少しかかっていたがそれはもう別の壁であったミウソフはこういう半分熟練にさっと一渡り目を通してからじっと必要な業種を長老に投げた彼は自分の見解を自負する弱点を持っていたもっともこれは 彼の50という年齢を感情に入れれば大抵許すことのできる欠点である。実際この年配になると賢いよなれた生活に不自由をしない人は誰でもだんだん自分というものを尊重するようになる。そもそも最初の瞬間からして彼には長老が気に入らなかった。実際長老の顔には身をうそばかりでなく 多くの人の気に入らなそうなところがあったそれは腰の曲がった非常に足の弱い背の低い人でまだやっと65にしかならないのに病弱のためずっと少なくとも10ぐらいは老けて見える顔はひどくしなびて小じわに埋もれていることに目の辺が一番ひどい薄色の小さな目はしつこく動いて まるるで輝かしいいつの点の点ようにギラギララ光っている白い髪の毛はこめかみのあたりに少々残っているだけであごひげはまばらでくさび形をしているその笑みを浮かべた唇は2本のひもかなんぞのように細い鼻は長いというよりは鳥のくちばしのように鋭く尖っている。 どの点から見ても意地悪で高慢ちきな老人だそういう考えがミウーソフの頭をかすめたがして彼は非常に不機嫌であった。